やっほ、エさん。まえさん。いやあ。ちょっとやばいよ、まえさん。<laughs> あのさ、これ、こないだ、会社で、健康診断をやって、その結果がね、返ってきたんだけども、これ、赤い字ばっかだよね、これ。やばいよ、これ、マジで。 ねえ。特に、まあ、肝臓の部分とか、あと、えー、脂質代謝中性脂肪もやばいし、LDL コレステロールも、もう、やばいよね、これね。で、随時ケットは、この数値がもう、跳ね上がってんだよね、これ。で、尿糖、これ、プラスプラス、ダブルプラス、これもうやばいっしょ、これ。 やばい。俺、糖尿病なのかなこれ。マエさん。助けてよ、マエさん。マエさん、これやばいよね。絶対やばいよね。んで、これしっかりね。しっかりと。あ、今ちょっと、俺のね、名前とか隠すけど。しっかりと、これ、はい。見えるかな はい。紹介状ね。紹介状いただきました。てなわけで、病院で精密検査しなければならなくなりました。まっさん。やばい俺。やばい。なんかの生活習慣病の可能性が 非常に高いよね。ああ、お前さん。もし、もしもだけども、俺に、何かあったら、ま前さん。あとは頼んだぜ。ま前さん。俺に、 なんかある前に、一回でいいから、コラボしてよな、マエさんとああ。ああ。目の前が、なんか、ぼやけて見えねえよ、マエさん。なんでだろうね。うん。ば、まあ、マエさん。 もう、あと、まあ、今週中にね、うん、病院で、精密検査を受けて来ようと思うから、まあ、その結果もね、報告はすると思うんだけども、ま、あ何かの、病気ではあると思うから、まずさ、俺がね、何かある前に、いいかいい,いから、